1985年の阪神タイガースでは、1985年シーズンについての阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、2回目の吉田義尾、監督体制の1年目のシーズンであり、1964年以来、21年ぶり7度目のリーグ優勝と1リーグ時代から約38年ぶり。 2リーグ制になってから初の日本一を達成したシーズンである。留任の方向で話がまとまっていた前監督の安藤元が突然辞任を発表した。西本幸雄に監督要請するが恒例を理由に、故事し、同じテレビ局で解説していた西本が吉田義男を監督に推薦し、吉田が2度目の監督就任。コーチ陣はヘッドコーチに、ドヤ氏、投手コーチに、 米田哲也打撃コーチに、並木キテルを、守備総類コーチに、一志周平らを一気に決め、すでに在籍していた、高橋茂幸、竹内正志を加えた。保守は、木戸勝彦を抜擢し、前監督の安藤が、来期構想で不要としていたランディバースの残留を、希望しバースは残留した。吉田は、故障を機に外野を守ることが多かった、岡田明信を二塁手に戻し、 二類種であった、真ゆみやきを、右翼種にコンバートした。開幕戦の4月13日広島戦で隠し玉に、引っかかって、敗戦はしたものの2試合目を点の取り合いの末勝利し、2カード目の4月17日の巨人戦で、バックスクリーン3連発が飛び出し、巨人戦での3連勝を含む4連勝の後、20日の中日戦の1敗を挟み、 5連勝と4月を9勝3敗1分の貯金6と開幕ダッシュに成功した。バックスクリーン3連発に象徴されるように、ニューダイナマイト打線と呼ばれる強力打線が活躍し、チーム本塁打セリーグ記録を更新する219本塁打を記録した。投手陣もエース不在のチーム事情の中で中西、福原リリーフ陣が活躍し、 広島と巨人との優勝争いを繰り広げた。6月9日対応戦で、眉海明信が、保守、若菜義春と衝突して、左六骨を骨折して、ほぼ1ヶ月戦線離脱し、前半戦終了時をチームは2位で折り返した。8月12日に、中野球団社長が、日光喫追落事故により帰らぬ人になる不幸に、見舞われ。 ショックを受けたチームがそこから6連敗を起死したが、そこから持ち直し8月終了時点でまで2位の巨人とは0.5ゲーム差、3位の広島とは1ゲーム差の大混戦であった。9月4日試合前に左の抑え投手山本和幸がアキレス腱断裂で離脱するも9月7日、8日の広島戦で連勝すると勢いをつかみ9月は13勝5敗1分の貯金。 8とした一方、広島は7連敗を喫するなど6勝11敗1分、巨人も6勝13敗と失速、両チームとのゲーム差を広げ、優勝に大きく前進した。9月11日にマジック22が点灯し、10月16日にタイヤクルト戦を引き分けて21年ぶりのリーグ優勝を達成し、対西部日本シリーズも4勝2敗の成績で1。 リーグ時代から38年ぶりで2リーグ制になってから初の日本一を達成した。本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合や亡くなった場合のみを記載し、 空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。色付けは規定等球回数以上の選手。ありがとうございます。